オーガポンに、敗北キビキビダンスさせたくない、に対する一般トレーナーたちの反応。俺だけじゃないはず。なんか並べるとポニオもキビキビダンスしてるように見えるのやめろー。おめえのせいで俺も公式でもポニポニがキビキビしてるように見えてきて草なんだが。俺も好き。ツイッターでそのファンアートあったぞ。シブにもあったよね。たとえ俺以外の全人類がそれを望んでいたとしてもよー、俺はそんなこと許さねえぞ。どんだけポニオをいじめりゃ気が済むんだこのトモッコどもが。安心しろ。ポニオのも洗脳されたらそれが幸せだと感じるからいじめではないぞ。でもオーガポンの主人も洗脳されてオーガポン退治してたかもって考察も出てるし、素直に食べて敗北キビキビしてたら主人と一緒に入れたんじゃない。モモワローのレス。モモワロー物語でそれが確定しなくてよかったよ。安心しろ同士俺もやー、キビ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 。まあまあ、餅でも食って落ち着けよ。洗脳されたやからが二人もいてくさー、しまった口の中に。餅がーもちもち。もちもち。英語版じゃねえか。洗脳されたら草毒タイプになってほしい。そして素顔晒し続けるのがベスト。こんな感じ。洗脳後のイラストとして秀逸すぎるやろ。洗脳悪落ちをポケモンで想像することになるとは思わなんだ。昔もダークポケモンとかシャドウポケモンとか。ダーク方法いないのマジで謎。しゃあないその XD がポケコロ続編で鳳凰は前作で出てきてるし。踊らされるならポロポロ悔し涙こぼしながら踊ってほしい。敗北キビキビーとかいうパワーワード。洗脳悪落ちの薄い本みたいな展開好きなら刺さるよねこれ。完全に洗脳されてのキビキビでもいいし泣きながら悔しそうにキビキビでもいい。安心しろ大体の洗脳もののパターンに当てはまると最初は泣きながら敗北キビキビしてるんだけど、そのうち元の主人忘れて満面キビキビするのがお決まりよ。もう元に戻んないくらい洗脳されて満面の笑みを浮かべてるんだけどなぜか涙が出てくる。なぜ涙が出るのかはもう誰にもわからない。涙流さず元の主人バカにするのもいいよね。図鏡説明とか適当に考えてみたオーガポンケライの姿分類ケライ鬼ポケモンタイプ毒、草特性毒の鎖隠れ特性人手なし図鑑説明モモワローのケライになってしまったオーガポンの姿。大切な記憶も思い出もすべてモモワローとの思い出に変化してしまった専用技毒コンボ技タイプ毒威力100当たると確定で防御ダウンプラス確率で毒状態にする。いいね好きやわ。ラスボス戦前の前座ボスとして出てきそう。桃太郎の二次創作には復讐のために潜り込んだ鬼の姫が桃太郎に惚れてしまい、最後は自害するのがあるとか。桃太郎もしかしてヤンデレなのではと思ったりもしたもち、オーガポンに食わせたかったのは自分のものにしたいって理由で。すがすがしいくらいの胸クソすれで草。かも、へっへっへ、さすが桃の旦那。ポニポニ、ポニポニ、ポニポニ。ポニを、洗脳されちまったのか。助かる。俺も助かる。モモポニテーテー。目を細めているのがエチエチでとてもいい。闇落ち魔法少女感あってとても好きです小声。新しい扉を開いてしまったかもしれないみたいな全年齢向けかつ危ない感じがめちゃくちゃ刺さってる。そのまま開き切って俺らと同じところまで落ちてこい。エロすぎる今まで可愛いにも二種類の校舎の方って言っててごめんな。このスレにいれば洗脳オーガポンが貼られていくのでは。憎くて仕方ない相手に洗脳されて都合よくこき使われるの大好きなのでじわじわと増えてほしい所存。オーガポン敗北キビキビ言って一見すると可愛いなんだけど、尊厳破壊が過ぎる胸クソ展開なのやめろよ。嫌なしかありかで言ったらありなんだけどね。確かにポニオがポニポニ言いながら踊っていたら性的にとかなしに可愛いと思う。寝とらやんけー。寝てから家て行き。昔々共に生きた男が寝て意味深ないとは断言できないぜ。かつてポケモンと結婚したのはその男だった。すれちかもしれないけど、オーガポンだけ正気のまま、トレーナーや他の手持ちポケモンをキビキビさせながら、オーガポンを取り囲むのもありなんじゃないかな、と思いました。囲まれた時に絶望して疲れて抗うのをやめて自分から餅を食べる展開にしたらすれ通りだから問題なし。受け入れたらハッピーエンドじゃなくてメリバなんよ。オーガポン性格寂しがりだからみんな落ちたら受け入れちゃいそうな感あっていいよねよくない。みんなでキビキビしてるのはそれはそれで楽しそうではある。クッコロみたいな展開期待。悪落ち好きなやつって M なん。逆に S の方じゃね。どこに自分を投影するかによるトレーナーとかオーガポン側の視点に立つ人は M よりでもモワロー側の視点に立つ人は S よりな気がする。第三者視点でテーテー、するのも忘れるな。
大体どの線の上でも面さらしているのがいい毒素抜ける可能性もあるからいつでも食わせやすくするために面がないという合理的な理由もある。お前ら、アルダロニンの心があるからこその発想だし。誰もがオーガポンを甘やかしたいわけじゃない歪んだ愛を向ける人だっているしそもそもオーガポンを好きじゃない人もいる人の心をありさまは一つじゃねえの。嫌いな奴に洗脳されて家来落ちとかエロ同人かよ。ドニオが落ちたらエッチなのがいけない。敗北キビキビーとかいう二文字並べただけで意味わかる言葉嫌いじゃない。正直興奮するかしないかで言ったらする。オーガポンだけじゃなく他のポケモンのキビキビも見たくなるな。サーナイトとかマスカーニャとか。サーナイトのキビキビ。サーナイト目がガンギマリでよろ。バシャーももあったぞ。腰フリフリして村一周して。敗北後に鎖つけられそうなのが尊厳破壊度高くて良き概念。からの服従ワンワンプレイですか。鎖つけられて村をぐるりと一周引き回されるプニ。村一周どころか一生ですよ。さっきまで桃ワロウと汚え人間の欲への憎しみに溺れてたさんだけどとりあえず本編の桃ワロウちゃんはそんなことしなさそうでよかったよ。やっぱ人間は滅びるべき。桃ワロウ支持し始めたらそれは食った後の反応なんよ。相手の尊厳を破壊しつつ持ちで洗脳するみたいなことはしないだろうけどそれはそれとして強制とかしなきゃ持ちでの洗脳はやっちゃうと思う。さてはおめえ持ち食ったな。桃ワロウ物語見て同情してるな。確かにあの物語でかわいそうだなって思うところはあったけどそれはそれとして、復活してきた神の里に持ちばらまいていい理由にはならなくない。まあ黒幕が望んだ説あるしまだ50-50よ。つまり黒幕はポニオに敗北キビキビしてもらいたい俺ら自身って、ことを。それはない。いや、さすがにオーガポンの力欲しさに持ち食わせてキビキビさせることはないんだろうなって。オーガポンと仲良くなりたい一心で持ち食わしちゃう可能性。桃ワロウは親しくなりたい奴に持ち与えるって修正発覚したから、ピクニックの時オーガポンと仲良くなってるのすでにオーガポン食っちゃたご説出てきたのでは。いや親しくなりたい奴に持ちやりてえかはわからん普通に操りたい奴にも持ちやってるしじいさんばあさんは操ってなかっただけ。桃ワロウは臆病だからどんだけ愛を与えても不安に奉仕しようとする。奉仕するには相手の要望が必要。だから毒で欲望を引き出させる。この関係がいびつだとは本人は思ってないし、気づくチャンスもなかった。臆病な桃が寂しがりなオーガポンを洗脳したら桃は怖くないしオーガポンは寂しくないからウィンウィンやな。尊厳破壊してる時点でウィンオーズなんよ。俺らが得してるから実質ウィンウィン定期。うまく性格固定当てはめんのやめろしゅう。そう考えると割と桃ポニっててていのかもしれない。そうかな、そうかも。友情の証に4つのお面を桃ワロウにプレゼントするオーガポン優しい。地味に男との面に価値がなくなってるのが一番きちい。